どうしよう、部活引退したけど今回も英語あかんかった。ああ、勉強せなやばい。英語ほんまにやばい。でも俺今まで部活ばっかで勉強してこんかったし、何からしたらいいんやろ。みんな切り替えて受験勉強し始めてるのに、俺どうしたらいいんや。おい、何しらげた面してんねん。おい、お前やお前、お前やお前。え、蜂のおっさん。誰がおっさんや。蜂の妖精や。そんな話どうでもええねん。お前英語わからんのか。わからんけど、なんなん。これ見ろこれ。何これ。お前みたいなな、英語サボってきて英語全然できへんやつのために超絶イケメン先生の超絶おもろい授業や。はあ、お前な、これがほんま最後のチャンスやから、英語から逃げんのは受験から逃げんのと同義や。4日でゼロから全部やり直せ。4日でゼロからやり直せ。世界とつながる中学英語。これは中学英語の内容がちゃんと分かってないやつに向けたイケメン先生の新感覚映像授業や。どこに行けばいいの。つまりこれ検証していきたいと思います。すっげー、テレビのバラエティ番組みたいやん。せや、バラエティ感覚で中学内容の英語を学べる。おお、いやこれやったら俺にもできるかもな。バラエティ感覚っつってもただふざけてるだけやないねん。真面目なところは真面目にやる。ただやで、英語が苦手嫌いと思ったまんまやってても全然伸びへんのな。だからまずはこの動画を見て英語を好きになれっつうので俺も出てくるしな。4日でゼロからやり直したい人は LINE アットに登録や。 LINE アット登録者に俺の4日でゼロからやり直せ中学英語、これを配信する。そしてこのオリジナルテキストもつけるから、みんな登録よろしく頼むで。登録せな、チクッといくよ。痛い。